お姉様、まだつながらない。脱ぎ女に襲われてるんですよ。だからそんなヨタ話を。さてさ、脱ぎ女の情報がたくさん書かれたサイト見つけましたよ。どれどれ。うわ、どうしたんです。白井さん、脱ぎ女に遭遇した人は叫び声を最後に残して連絡が取れなくなるって。またそんなこと。 大体お姉様は常盤台中学が誇る最強無敵の電撃姫なのですよ。そんなただ脱ぐだけの脱ぎ女にやられるなんてありえませんわ。いいえ、もっと恐ろしいことが起きているのかも。どういう意味ですの？脱ぎ女って転生するって。転生って？脱ぎ女に会った人はその呪いで 自らも脱ぎ女になるって。それじゃ美坂さんもあっちこっちで服を。そんな、まさかお姉様。お姉様、おやめになって。白井さん、美晴、呪いを解く方を見つけなさい。すぐに。本気にならないでください。そうですよ、ただの都市伝説。